以前こちらの動画で幕末期に活躍した四代人斬りについて解説しました。川上玄斎、田中新兵衛、中村半次郎、岡田伊蔵の4人は尊王攘夷を掲げ京都を中心に暗躍活動を行ってきました。人斬りの彼らにとってはまさに切っても切れない商売道具。今日は四代人斬りと言われた彼らの哀悼について詳しく解説していきます。このチャンネルでは戦国時代幕末を中心として歴史上の裏の話をご案内します。同じ時代に活躍した新選組や坂本龍馬暗殺の謎についても紹介していますので、ぜひご覧ください。興味を持っていただけましたらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。もしよろしければ最後までご覧になっていってください。それでは行きましょう。川上玄斎と日野道断機宗広。川上玄斎といえば漫画流浪に剣心の主人公氷室剣心のモデルとして知られる人斬りです。剣心は人斬りだった頃の開墾の念から自分に課した席のため刀の峰の方に刃がついた逆刃刀を使用することで有名です。しかし現実の剣客の持つ刀としては打撃しか与えられない逆刃刀は非現実であり、使用されていた可能性はほとんどないでしょう。剣心のモデルとなった玄斎もまた佐久間象山の暗殺以降人斬りから一線を退きました。しかしその後逆刃刀を帯びていたという記録は残されていません。では玄斎の実際の哀悼はどんな刀だったのでしょうか。玄斎は肥後藩の下級藩士の家での出身であったことから哀悼は肥後道断機宗広ではないかとされています。肥後藩には道断機一派という刀工集団があり、1844年頃に活躍したと伝えられる道断機宗広の作品です。道断機派の作風は身幅が厚く反りが浅い刀身で長尺のものが多く存在しています。装飾はなくシンプルで武器としての実践を重視した豪気な作りが最大の特徴。がっしりとした頑丈な強盗で折れず曲がらずとも歌われ、切るよりも断ち切るような覇気がみなぎる刀剣です。道断機が玄斎の哀悼とされる理由はもう一つ、それは玄斎の抜刀スタイルです。道断機は刀の反りが深いという特徴があり、片手抜刀を得意としていた玄斎には最適な一振りだったと考えられています。田中新兵衛と奥泉の神忠重。幕末期に最初の人斬りとして名を挙げた次元流の使い手田中新兵衛、そんな彼の哀悼として知られるのは奥泉の神忠重という刀です。身幅は広く反りも深く重量感あふれる姿はまさに薩摩刀。作刀した忠重は江戸時代中期に活躍した薩摩を代表する刀工です。非常に短刀に対して研究熱心で大阪に出向き津田越山の神助広に師事したと伝わっています。身幅が広く重ねの厚い強刀が多く、その切れ味は高く評価されていました。新兵衛は奥泉の神忠重を振るい暗殺を行いましたが、彼の運命を左右したのもまたこの刀でした。文久3年作兵門外の変で攘夷派公家の姉が工事金友が暗殺されるという事件が起こりました。現場に残されていたのは薩摩桁と薩摩の刀。そうこれこそが新兵衛の哀悼奥泉の神忠重だったと言われています。それにより疑いをかけられて捕獲された新兵衛は尋問にかけられても沈黙を貫き隙を見て自決しました。共に暗殺を繰り返した哀悼が証拠となり、その生涯を終えることになってしまった新兵衛。刀は事件の数日前に盗まれていたという説もあり謎が残る事件ですが、いずれにせよ因果応報の結末となってしまいました。中村半次郎と泉の神金貞。人斬り半次郎の異名で知られる中村半次郎、最強の剣客集団である新選組局長近藤勇から警戒されるほど幕末トップクラスの圧倒的な強さと剣術の腕を持っていました。そんな半次郎の哀悼として有名な刀は泉の神金貞。
綾小路貞俊、サイレンなどが有名です。泉の神金貞の名前はどこかで聞いたことがありませんか？そう、前回の動画で新選組の鬼の副長土方歳三の愛党として紹介しました。白塚修左衛の派手な見た目の泉の神金貞を腰に帯び、京都の大道を闊歩する半次郎、その立派な体格から見る者を圧倒する相当な迫力があったのでしょう。また半次郎は当時相当な洒落者としても知られています。陸軍少将時代は金無垢の懐中時計にフランス製の軍服を身につけ、フランス製の香水をまとっていたそう。最後の合戦となった西南戦争でも半次郎は愛用の香水をつけて臨み、戦死した遺体からほのかに香水の香りが漂っていたという逸話は有名ですね。そのことから名を桐野利明と改めた維新後、優美で絢爛豪華な施しがなされた綾小路貞友を哀悼していたという説もあります。岡田伊蔵と肥山忠広、幕末四大人斬りの一人岡田伊蔵、その卓越した剣の才から人斬り伊蔵として恐れられていた人物です。そんな伊蔵の哀悼として知られるのは肥山忠広という刀。作刀したのはこの刀と同じ名前を持つ刀工、肥山忠広です。肥山忠広は江戸時代に肥山佐賀藩を中心に活躍しました。最も有名な初代忠広は慶長頃から寛永頃まで策を残し、その後幕末までに同盟を用いて8代も続きました。肥山忠広が伊蔵の手に渡った経緯としては、坂本龍馬が土佐藩を脱藩するときに姉の栄から龍馬に送られた。坂本龍馬の姉乙女が兄である権平に送ったという二つの説が有名です。その後龍馬もしくは権平から伊蔵の手に渡ったとされています。文久2年、陳王志士であった本間末一郎を伊蔵が暗殺した際、肥山忠広は切先が折れ破損してしまいました。折れてしまった断片を平井修二郎という土佐藩士が担当に回収したと言われています。修二郎が判明によって処刑される際、同じ獄中の井原大輔にそれを密かに残していきました。その後肥山忠広は靖国神社優秀館に展示されていた時期もありましたが、現在の所在は不明となっています。今日は幕末四大人斬りとして恐れられた4人の哀悼にまつわるエピソードを紹介しました。いかがだったでしょうか？人斬りの彼らにとって刀とは自分の分身であり、志を共にした相棒でもあります。今日紹介した以外でも興味がある人斬りや刀があれば、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは歴史にまつわるオカルトやミステリーをあなたに紹介していきます。今後も見てくれる可能性が 1% でもあれば、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。私の聞いた話とは違うという場合はコメント残してくださると幸いです。最後に一つお願いが、もう一本動画を見てってくださいな。ということで、またお会いしましょう。こうした逸話は語り継がれて初めて歴史となるのです。